山陽門徳殿は、広島県広島市南区七山にある遺構、現存する被爆建物の一つ。山陽とは、来山陽のことであり、著書、日本外史が幕末維新期の尊能上位運動や勤労思想に大きな影響を与えた人物である。その山陽の、踏み乗りつまり、学問教育などによる徳を忍んで建てられたもの、七山公園北西に位置し、 多門院敷地に隣接している。設計は、市営全科で、市が所有、管理しているが、管理は行き届いていない。鉄筋コンクリート構造平屋造りのモダンな建物で、屋根にクリーンがついているのが特徴。クリーンは変形しているが、これは1945年原爆被災によるもので、ある。玄関前のソメイヨシノも、被爆樹木である。戦前。 軍都として発展していく広島において、山陽が尊ばれた。1934年、来山陽没後100年記念行事の一環として、多門院境内に、山陽の父、来春水らり江一族の墓地がある関係から、寺の敷地に隣接して建立された。費用は、民間からの寄付と足りない分は、市が負担した。翌1935年には、 袋町の寄り家急遽を利用した産業記念館が開館している。太平洋戦争の戦局が悪化すると空襲を想定して、ここに広島市役所の出先機関、戸籍選挙家分室が置かれ、戸籍原簿の大部分をここに疎開させた。1945年8月6日、被爆、爆心地から約1 8 2トルに位置した。爆風により窓や瓦が飛び、 クリンは熱風により、楕円型に変形し、爆心地側の西方面に傾いた。なお、出火しなかったため、収容していた戸籍は、無事だった。戸籍家の多くの職員が割れたガラスにより、負傷、内和人が即死した。同年8月15日から職員3人による戸籍業務を再開したが、死亡届の処理は混乱したと証言がある。応急修理後、 翌1946年10月から1949年6月まで、シリーズ、朝野図書館として使用された。なお、朝野図書館新築建て会に伴い1953年10月から1955年2月まで、臨時の朝野図書館として利用されている。その後は、市の社会教育施設として使用されるも、 利用者の減少に伴い1964年建物自体を閉鎖現在に至っている。1993年市が選定した被爆建物リストに登録された。ありがとうございます。